これはベランガンバナナ苗ですが、こういう風な一見見ちょっと具合悪くなるようなものは、私はストレス斑と言っていて、斑入りバナナ苗の中にはあまり入れない方がいいと思います。最近もミニバナナ系統ので出ているのがありましたが、それはショップで売っていたと言っても、ショップには持ち込む業者さんがいて、でその業者さんが育てていたのか、あるいはそれ以前に栽培業者がいたものか、それは分かりませんが、ショップの方でもおそらくただ並べておいただけだと思います。で、持ち込んだ方もですね、ストレス斑という意識は持ってないと思います。おそらく何本何十本でいくらというものの中に入っていただけだと思うんですね。それで越冬ストレス斑、あるいは低温障害ストレス斑のものはなかなか成長しないんですね。しかししぶとく生きるものがあって、世代交代苗を出してこのような感じになるだけで、バナナ苗としてはまああんまり手を出さない方がいいものですね。低温ストレス斑、あるいは越冬ストレス斑と覚えておいて、まああまり取り上げない方がいいのではないかと思います。私も前にボリビアバナナ苗がこういうストレス斑とは違って固定化するような動きを見せていたので出したこともあるんですが、やはり成長が芳しくないんですよね。まあ、こういう葉緑素のハゲがあると光合成の働きが悪いですから、十分成長しないわけですね。場合によっては一種のウイルス病にかかっている可能性もありますしね。まあ美しい斑入りとストレス斑はアマチュアの出品者であっても違いをよく理解される方がいいと思います。まあ最近出品を始めたという方たちはその辺を知らないと思いますんでね、当然ね。ですからある意味で固定化されている斑入りバナナ苗、例えばムサドワーフナンワーの、まあ、このようなもの、これはタイから輸入したものですから、固定化された斑のパターンを持っているムサドワーフナンワーです。それからもっと地味な斑入りので固定化されているもの、まあ、これはムサドワーフナンワーの地味な斑入りパターンの代表的な苗ですね。こういうものを斑入りバナナとして出品するのは何も問題ありませんが、ストレス斑の場合にはですね、まあ低温障害あるいは越冬ストレス斑の場合にはどうしても出品したければストレス斑ですとお断りをすればいいと思うんです。単に斑入りというのは、ああバナナ苗のことを知らないんだなって思われるだけですから、あまり好ましいことではありませんね。